サッカー、U23 アジア杯準決勝、29日、日本にゼロイラク、ドーハイコール山下孝志郎、パリ五輪切キップゲットだ。アジア最終予選を兼ねて行われ、U23、23歳以下、日本代表がドーイラク代表に2対0で勝利。3位以内が確定し、8大会連続12度目の五輪出場を決めた。 A 代表の国際サッカー連盟 FIFA ランキングは日本が18位、イラクは58位。日本は5月3日、日本時間4日未明の決勝でインドネシアに2対0で勝ったウズベキスタンと対戦する。5試合全てに出場、先発3試合してきた MF 松木久喜21はほっとした思いはありますけど、やっぱり優勝が欲しい。 と先を見据えた。30日が21歳の誕生日。現地時間29日の午後10時半頃に試合が終了したが、6時間の時差がある日本では誕生日を迎えており、出場権獲得はこれ以上ないプレゼントとなった。20歳と21歳だと見られ方も変わる。より結果に対して貪欲にやっていきたい、と抱負を語った。